佐久間正山は、江戸時代後期の松代藩士、兵学者、朱子学者、思想家。通称は修理、意味名は国忠、後に、経営、字子進む、後に氏名と称した。一回は、造成四人。正山神社の祭神。正山神社の隣が聖火で、長野県の史跡に指定されている。松代三山の一人。佐久間正山像。 神武内伝を表した、竹内規定によると、佐久間家の祖は、戦国時代の北、品の桂尾上主で、武田信玄を二度にわたって破った名称として名高い、村上紀,紀夫に八千国で仕えた、佐久間大学という、大学の孫である、与左衛門国政の時に、松代藩の連士である上野沼田藩三万国の藩主である、 真田信政の下で、馬役を務めて250国を判だその後、信政が、真田信之の四継として、松代藩を継いだため、国政も松代に移ったが、間もなく家は絶えた。しかし岩間次郎左衛門の清村の次男である、岩間三左衛門国品が名跡を継いで佐久間と称して、真田信弘に仕えて百国を判だこの国品が、 佐久間家中高の祖とされている。しかし佐久間正山が自ら表した佐久間市略府によると家系は菅武平氏であり、菅武天皇の彦である高持王の末裔に佐久間矢村がいた。家村には子がなく同族の和田智盛を養子に迎えた。その智盛から十三代目の孫が佐久間盛次であり、その盛次の長男が、 終わり国の戦国大名として、有名な織田信長に仕えた森政である。森継の四男で森政の実弟である勝行は、品の長沼藩で一万三千国を領したが罪を得て改役された。この勝行の家臣に、岩間又兵清重という四百国取りがいて、勇気も才能もあったので、勝行の兄である安政の娘婿になった。 しかし、清重には、男子がなかったため、鶴田正門の子の予作を養子に迎え、その孫が前述した、佐久間国品に当たるという。だが、国品に男子がなかったため、林里左衛門のの子の育也を、婿養子に迎えた。だが、その子の岩野心が溶接したため佐久間家は改役された。しかし、松城藩は、国品の長年の功績を評価して、 国品の老いである、村上被告郎の息子である彦米国政を養子に、して、加盟を再興させ五人物とした。しかし、国政にも子がなく、松代藩士であった、長谷川千女全員の次男である、佐久間一学国前を養子にして、家徳を継がせた。この国前が、佐久間正山の実父である。このように、新武内伝と佐久間市略府では、 家系やその経歴が大いに異なりどちらを、信ずべきかは不明である。佐久間家の母大将調査した、大平木又は、国比以前の墓所が一気もないことから、国比以前の家系には、多くの疑問があり心を置くに足らないとしている。昭山の父、国以前の父である、長谷川義員は、斎藤二左衛門の次男であり、この斎藤家は、越後国の上杉謙信に仕えて、 越後の正気と謳われた、斉藤朝信をとしており、正山の書状によると、国前は朝信から数えて六代の孫であり、正山は七代目の孫であると称している。文化八年二月二十八日、品野松代藩市、佐久間一学国前の長男として、品野羽市名松白麻浦町で生まれる。前述したように、佐久間家は五両五人淵という微録であったが、 父は、藩主の川雄筆を務め、僕伝流剣術の達人で藩からは徴用されていた。母は、松代城下の東寺尾村に住む、足軽の荒井六兵衛の娘で万と言い,い、国前の目掛けに当たる。正山は、父が五十歳、母が三十一歳の時に生まれた男児であったが、養子続きの佐久間家では、久しぶりの男児だったため国前は、大変喜び、将来に、 大きな期待をかけるつもりで、四境の、東に、広明ありから選んで陽名を慶之助と名付けたという。文下生だった、久保茂によると、正山は五尺七寸から八寸、約175センチメートルくらいの長身で筋骨、たくましくししつきも豊かで顔は長く額は広く、二重まぶたで、目は、少しくぼく瞳は大きくて軽々と輝きやたかも。 袋の目のようであったため子供の頃は、ててつぽーと、あだなされた。正山のエボシ親は、久保田岩江門馬良高級という競技の大先輩で、半寿を務め、正山の才能を高く評価した人物である。1824年、半寿の竹内鈴井の地に入門して、私文を学び、1826年、佐藤一歳の門下生であった、原山に入門して、 継承を学んだ。また、同年、藩士の町田玄左門正義に、相田流の和算を学び、正山は数学を、少々術と称したという。また、水蓮を、河野左生から学んだ。この中で最も正山に影響を与えたのは、菅原桐山だったという。文政十一年、家督を継いだ。天保二年三月に、藩士の真田幸蔵の聖子である。 真田幸義の近所、教育係に抜擢された。だが、高齢の父に対して公用ができないとして5月に辞任している。しかし雪面は、正山の性格を勘が強いとしつつも才能は高く評価していた。20歳の時、正山は、漢文100編を作って、神原霧山に提出すると、霧山ばかりか。 雪きつらからも、学業弁礼であるとして評価されて、銀三枚を貸しされている。天保三年四月十一日、反論に対して不尊な態度があったとして、雪きつらから平門を命じられた。これは三月の武芸大会で、昭山が、国前の門邸名簿を藩に提出したところ、序列に誤りがあるとして、改めるように注意を受けたにもかかわらず、昭山は、 絶対に誤りなしとして、自説を曲げなかったため、長者に対して不尊であるとして、雪面の激輪に触れたものである。この平門の間に、国前の病が重くなったため、雪面は8月17日付で昇山を謝免した。国前はその5日後に死去している。天保4年11月に、江戸に出て、当時の儒学の第一人者、佐藤一斉に、私分。 朱子学を学び、山田報告と共に、スケモンの二欠と称されるに至る。ただ、当時の正山は、西洋に対する認識は芽生えつつあったものの、基本的には、伝統的な知識人であった。天保十年には、江戸の神田を玉家地で、私塾、正山書院を開いているが、ここで、正山が教えていたのは儒学だった。天保十三年、 昭山が仕える松代藩主、真田幸貫が、老中兼人で、解剖係に任ぜられると昭山は顧問に抜擢され、アヘン戦争での清とイギリスとの、混沌にした、海外情勢を研究することとなり、儀元、開国寿司などをもとに、解剖発作を、上書。さらにこれを機に、蘭学の習得の必要に目覚め、効果元年。 オランダ語をはじめ、オランダの自然科学書、遺書、兵書などの精通に努めた。これにより、宿に雪きつらから、洋学研究の担当者として、白羽の矢を立てられ、昭山は塾を閉じ江川栄流のもとで兵学を学ぶことになる。江川は、昭山のことを嫌っていたようである。洋式法術を使った戦略を短期間で習得することは、江川の伝授。 秘伝といった旧来の教育方法では、支障があった。このため昭山は、意を組んだ、同じ高島流の加ソ新圧紙から文章、仮学習を進めた。昭山の教育に対する態度は、近代的で、自分が書物から学んだことは、公開を基本とした。昭山自身の門弟から、免許改伝を求められた時も、その必要がないことを説明した上で断っている。 学問に対する態度は、小林虎造郎へ送った次の文書からも、伺うことができる。しかし、真理に忠実であろうとする商山の態度は、当時の体制及び規範から見れば、誤解を受ける要因ともなった。商山は、大砲の鋳造に成功し、西洋法術家としての名声を轟かすと、乱学を背景に、ガラスの製造や、 地震予知機の開発に成功し、さらには、牛頭種の導入も起としていたという。加栄4年には、再び江戸に移住して、小引町に5月塾を開き、法術、兵学を教えた。ここに、勝海州吉田松陰、坂本良マラゴの春祭が続々と入門している。加栄6年に、ペリーが裏側に来航した時も、昭山は、藩の軍議役として、 浦賀の地を訪れた。この報告は、江戸幕府老中、安倍正宏に、旧無十条として創造され、この木に松陰に暗に外国行きを進めたとされる。嘉永6年6月4日、浦賀に急行し、6月6日まで滞在し、同地で門人の吉田松陰津田真道らと和泉の特質を論議した。佐久間正山遭難の日嘉永7年、門邸の吉田松陰が、 再び来航した、ペリーの艦隊で密航を企て失敗するという、事件を起こした。松陰から相談を持ちかけられた、正山もこの事件に連座し、天馬町老屋敷に入国する羽目となり、さらにその後は、文久2年まで、松城での撤居を余儀なくされる。現時元年、正山は、一橋義信に招かれて上洛し、義信に、 後部合体論と開国論を説いた。しかし当時の京都は、尊王上位派の志士の潜伏拠点となっており、西洋かぶれという印象を持たれていた商山には、危険な行動であった。7月11日、三条木屋町で、前田家門、川上玄斎等の手にかかり暗殺される。去年54。現在、暗殺現場には、遭難の石踏みが建てられている。 桜の負の石踏み、正山の号は、松城にある大爆囚人、正山絵明前寺にちなんだとされる。明治以降、その故障については、一般に、正山、地元、長野県では、造山と呼ばれていた。長野県県下、品野の国でも、地域の偉人、造山、佐久間先生として歌い込まれている。このため、品野教育会が読み方を統一したいとして、 昭和9年に、造帝正山全集を出版するにあたって、造山と決定し、当時の文部省にもこのまま届け出てしまった。だがこれは、地域の俗説を重視した誤りであり、指揮者を納得せしめるものではなかったという。正山は、生前どう呼ばれていたのか、未だに定まっていないが、当時も今と同じように、正山とも、造山とも呼ばれていたとされる。 ありがとうございます。